おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は4月の14日の金曜日です。お題がこちら。見えてきた S&P500 年初来高値まであと少しということで話をさせてください。 もちろんこちらは S&P500 の冷やしチャートになっております。今年の年初来高値は4195ポイントで。僕が今ザラバで見た S&P500 は4145ポイントということで、あと50ポイント程度まで迫ってまいりました。 何が起きたんでしょうかっていうところを今日は振り返りしていきたいというふうに思っております。もちろん他の指数もプラスで推移しておりますので、しっかりと指数の売買戦略までお付き合いいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、このチャンネルでは、 最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、必ず優しい目標で更新をしていきます。皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルになります。ぜひチャンネル登録お待ちしております。それでは昨日の振り返りからやっていきましょう。まずは日本株ですけども、3指数続伸しています。で 続伸した小幅高というふうに見えるかもしれないんですが前の日のアメリカ株の影響からか日経金株価トピックスマザーズ全てマイナススタートだったんですねでもそこからプラスに持ってきたので要線になってますし節目である例えば日経金株価2万8000円を割れている時間帯もあったけども高値に近い値で終わっている要線をつけているっていうのはかなり底堅いなという印象は受けました。 Ta-da. 日経期値下がり銘柄数の方が多くはなっております、えー、こちら値上がりトップ見ると医薬品がトップなのでディフェンシブが強いのかなというふうに思いますけども値下がりは鉄鋼ですね鉄鋼は最近ちょっと振るわないなっていうそんな印象がありますアメリカ株見ていきましょうこちら3時25分時点ですので終わりには皆さんもしっかりと確認をとっていただきたいんですが3指数揃ってしっかりとした上昇ですよねニューヨークダウで1%超えナスック100見ると2%超えてますからナスタ 中心に上げていることがわかりますまたこちらもですねザラ場の時間帯でずっとこう上げ幅を拡大していったってことがわかるんではないでしょうか欧州株に関しましても核指数比較的堅調に動いているかと思いますアメリカ株の業種別ランキング見ますとほとんどのセクターで上昇していて今日はしっかりとしているのが一般消費コミュニケーション情報技術バイオコンピューター工業といった形になってます 中でもナスダック100、ガファムが強い、半導体も強い、ハイテクが強い、そんな印象でしょう。こちら、日経先も飲みますと、268円、続進が続いている中でも、さらに上昇しております。ただ、ドル円は円高に触れてるんですね。それでも日経金強いということは、結構ポジティブなんじゃないかなというふうに思っております。原油82.27、金は上がってますよね。ここがちょっと難しいところではありますかね。でも、ビックスは下がっております。 金利、短期金利は少しだけ下がってますが、長期金利は上昇。長期金利で3.439です。ラッセル1.6%、ソックス1%を超える上昇ですので、しっかりとした展開になっております。暗号資産なんですが、時間帯見ますとなんか変な時間帯になってますので、今日はあまり参考にしないでください。それでは見ていきましょう。S&P500 の年初来高値が見えてきた。 何が起きたということとで話をしていいいきたいと思いますこちらアメリカ時間が始まった後の日経新聞この時間はアメリカ時間が始まったばかりですからダウもみ合いで始まるという表現ですね物価指標が予想を下回るも様子見姿勢が強いということでした PPI 卸売物価指指数、数先行性がある指数なんていうふうに言われますけども市場予想を下回ってきましたなので FRB による利上げ長期化への懸念というのは和らいでいる という形なんですねただ主力企業の決算発表が始まる前の様子見姿勢が強いということで、先に転じる場面もあったということになります。3月の PPI、前月比で0.5%下がった。これ、後ほどちょっともう少し詳しく、前年同月比で見ていきたいと思います。あとは新規失業保険申請件数ですね。こちらは市場予想を超えた。ただ、失業保険が予想を超えるということは、 雇用が少し弱い。インフレにとっては都合が良いということになりそうです。まとめるとこんな形になりました。失業保険ここですね。そして PPI ですが、総合で3%予想に対して2.7。ここでもやっぱり下振れていることがよくわかりますね。 PPI のコアですが予想通りということになりましたただこれも前回を大きく下回るような形です CPI よりもだいぶ下にブレたなという印象ですし総合指数に関しましてはこれ2年間分のチャートなんですけども2年前をも下回っております パンデミック以来、コロナ以来の低水準というふうに言われております。で、昨日も紹介したんですが、この池田慎太郎さんという方のツイッター、すごく参考になるので、今日も引用させてください。結果はこのような通りですね。に対して、こんな感じです。最終需要向け、財価格1%減少。最終需要材の下落は、ガソリン価格が11.7%下落したことが主因。これ結構大きそうですよね、やっぱりね。 最終需要サービス機械車両卸売減少大きいが客室賃料価格は4.6%上昇 CPI に関しましても住宅とか賃料とかそういったところの比率がすごく大きいという話がありましたからここはまだまだ警戒のポイントかなというふうに思います食品小売旅客輸送の一部も上昇し伸び率低下を妨げる要因にということにはなっております CPI でも PPI でもそうだったんですけども PPI コアの方がこのインフレ率が高いような状態になっているんですよね、まあ、そこは一つ警戒ポイントなのかなというふうに思いますがやはりガソリン価格の下落っていうのは、ね、非常に大きいんではないでしょうかこちら、えー、PPI 発表値の反応ですね21時30分に発表されております全部がそうですよねそのタイミングでドルが下がってますかくんと下がってますね で、ダウの先物 CFD ではポッと上がってますので、まあ、ドル下落株高っていう形にはなりました。ただ、日経新聞にあったように様子見姿勢が強いということで、一時マイナスに触れる場面もあったんですね。でもそこから上げ幅を拡大していったとっいうことですから、き、まあ、今日場の雰囲気は良さそうかなといった感じでございます。チチェェッックしておりますすフェドウォッチですが 次回の FOMC での0.25%利上げ、ここに特に変化はないかなっていう形ですね。ただその先、さらにその先の6月の FOMC での追加利上げの可能性というのはおそらく下がっているんじゃないかなと。そうしないとこんな反応にならないですからね。 業種別見てみますとこんな感じでねやっぱり一般消費も含めて景気がそんな悪くないなコミュニケーション情報技術ハイテクも買われているなっていう感じですよねによってサンドピ500が高値に近づいてきたという形になりますあと50ポイントですねまあ十分 下手ししたら数日でで届く内容ななんじゃないでしょうかで今回心強いのは GAFAM がしっかりと上がっているところですよね。こういった主力株がやっぱり強いと、S&P500、あと Nasdaq なんかもやっぱり上昇が目立つということになります。ちなみに一番の主力株であるアップル、チェックしてみますとこちらも高値更新が近いんですね。Apple、の高値更新が見られれば S&P やナスダックの直近高値超え、また年初来高値っていうのも見えてくるんではないでしょうか。ここも注目をして見ていきたいところかなと思います。ということで今日の動画のまとめです。米株上昇、PPI 下振れ、失業保険申請件数上振れで安心感かということでございました。注目、PPI、卸売物価指数発表になりました。 こちら、先行性が高いと言われますから、まあ、でも企業決算においては非常にポジティブな内容だったのではないでしょうか、一つコストが下がりそうな、そんなイメージが持てました、総合指数に関しましてはコロナ以来の低水準、インフレ鈍化でも決算を、ね、控えているということで、まあ、警戒の様子見姿勢が強いという、そんな説明もありましたね。 5番にかけてはでも上げ幅を拡大しているのでやはり雇用インフレとともに落ち着いてきているっていうのはすごく相場にとってはポジティブなんだろうなっていう感じがしております利上げ予想直近のものは変わらないんだが 5月以降、6月のね、FOMC の利上げ確率はかなり低いんじゃないかなというふうに思っています。だからこそハイテクが強い、アップルも高値を取ってくれば、S&P もナスダックも高値を取る可能性も高い。ただ、まあアップルとかそういう銘柄たちもですね、4月末から5月頭にかけて。 決算が続きますので、そこも含めての注目ポイントになってくるかなというふうに思います。それでは指数の売買戦略、冷やしの一目金公表プラス RSI を使ってみていきましょう。はい。まずは日経金株価です。日経金株価なんですが、多分今日はですね、地ースパンが株価を超えるのは結構難しいんですよね。なぜかっていうと26日前の株価っていうのは非常に高い位置にあるからですね。 ただ、明日以降も安定的な相場を続ければ、ですね、必然的に26日前の株価がポコーンと下がってきますので、安定した買いサインと言いますか。 まあいいサインに変わるのかなというふうに思っておりますで実際の株価の方では厚い雲がサポートしてくれそうですからなんか問題なく越えられそうな感じはするんですけどもねしっかりと見ていきたいところですトピックス見ていきますトピックスもひとまずは雲を越えてくるかどうかただ雲の上限がシューンと遠ざかっていきますからね今日越えられなくても またこちらも同じく数日間で安定して、この雲を超える可能性も高いですし、地高スパンに関しましても同じことが言えるかなと思います。まずはず昨日ようやく雲の中まで戻ってきました。次は雲をサポートにしつつ、 雲の上限を突破できるかどうか。RSI も50をようやく超えてきてますので、そこは期待して見ていきたいところですね。というのもアメリカ株も強いですね。今4時21分まで時間が進みましたが、ニューヨークダウでも上げ幅を拡大している状況です。年初来高値もだいぶ近づいてきた感じですかね。しっかりと見ていきたいです。S&P500 も、はい、そうですね。さらに上げ幅を拡大しております。1.41%の上昇となってきて、この4195ポイントに あと45ポイント程度まで迫ってきてるということですただその一方でもしかしたら70を超えそうな RSI だんだん加熱感も気になってきますからねそこは警戒ポイントとして押さえておきましょうナ a s d a に関しましても非常にいい展開ですねひとまずは直近高値を超えてくれば年初来高値も本当にすぐ上という形になりそうですそしてラッセルラッセルはまだ安値圏の揉み合い水準ではありますがここは注目をしておきましょうで一つ気になるのはですねこの4月17日以降の雲のねじれ S&P500 なんかでも雲のねじれがありますよね もしかしたらなんか変化が起こるかもしれない。ちょうど上がってきたタイミングでの変化ですから、ここから上げ幅を加速するというよりは、まあ、一旦ちょっと様子見姿勢が強まる。そういう可能性ももちろんあるというところだけは押さえておいていただきたいなというふうに思います。はい、ということで今日はですね、PPI の発表からの話をね、いろいろ広げていきましたが、いかがでしたでしょうか。内容を確認して終わっていきたいと思います。こちらはアメリカ時間が始まった後の日経新聞で、この時間帯でではダブ揉み合いで始まるとかね先に天 信じる場面もあるという話でしたひとまずインフレの先行指標なんて言われます卸売物価指数が市場予想を下回って安心感があるということではありましたまた失業保険申請件数はこちら市場予想を超えましたがこちらは今の状況下では安心感が広がる要因になっているとこれらが21時30分に発表され前月比ではなく前年同月比で見てもやはり総合指数は予想を下回り えコア指数に関しましても前回を大きく下回っている水準で時系列で見るとこんな感じ PPI 総合指数に関しましてはコロナ以来の低い水準にということですね。でこの 企業決算に対する先行指標なんて言われます PPI ですけどもやはりエネルギーの下落が非常に大きいということだと思いますその一方で客室賃料価格の上昇っていうのは未だインフレの懸念として残りますのでそこだけは注意をしておいてください発表時の反応としましてはドルが下落して株価は上がったただ企業決算からの警戒からかマイナスに触れる場面もありましたがそこからグググググッと上げ始めたと いうことです。次回 FOMC の利上げはあんまり変わってませんが次回以降が注目かなと思いますで強いのはやっぱりハイテク関連という感じになるんですが S&P500 の燃焼られた金がだいぶ近づいてまいりました主力株 GAFAM 強いです中でも Apple 燃焼られた金更新間近でございますここ高値取ってくれば可能性は結構高くなるよねでも決算も近づいてるよねというところでございましたでは今日もお知らせを入れさせてください個別メガロと子供分析するマガジンですが毎週金曜 金曜日更新で分析記事をアップしております最新記事はジモテーというふうになっておりますが今週はですね少し金曜日更新が難しそうなので来週週明け更新をちょっと目標に取り組ませてくださいよろしくお願いいたしますまた指揮法の本命銘柄から選出をしていきたいというふうに思っておりますよろしくお願いしますまた同じプラットフォーム内でメンバーシップをやっておりますメンバーシップは月額1000円ではなく900円になりますが同じ記事が読めますので しっかりとご覧になってみてください。概要欄の URL をチェックしていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。では、今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降もこのような形でテクニカル分析朝7時目標で更新していきますので明日も聴いていただける方はぜひチャンネル登録お待ちしております。それではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう。さようなら。